はい、じゃあ今週も始まりました The Response Podcast ナビゲーターの西野です。今日はいつもノーミスマーケティングレターとか、僕らのダンケニーのコンテンツの、日本向けにその分かりやすく伝えるというところで協力をしていただいている楠本さんに、ゲストとして来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて、早速ですが、最近、大失敗そうですねしてしまった。3ヶ月、半年ぐらいかけて気づいた大失敗なかなか長期間のそうですね。まあでもなんか今までもちょっと、まあ失敗というのか経験というのか、まあタピオカとか、換気扇のない焼肉屋さんとか、まあいろいろなあれがありました。最近もなんか結構でかいというか、すごい大きな、気づきもある失敗。そうですね。結局失敗したら新しい、なんでしょう、新しいことに挑戦すると絶対失敗する確率が増大しているわけですよね。で、結論だけ言うと、大失敗したからこそセールスライティングあるいはセールスライターっていう需要の尋常じゃなさに気づけたと。セールスライティングの尋常じゃなさ、需要が半端じゃないけど供給が全く足りてないという、恐ろしいほどのブルーオーシャンだっていうことが、改めて分かった。なるほどっていうところ。あとそういう、需要の大きさに気づけたみたいな感じですか？っていうことですね。なんで、セールスライターとライターの違いっていうか、なんかみんなそこを結構明確にしてないんですよね、やっぱり。ダン・ケネディがマーケティングだってよく言い続けてるじゃないですか、結局やっぱり売るっていう力を持ってるのか、面白いものを書くっていう力なのかっていう、ここの差が結構大きくて、ちょっとなんかふわっとしてるから分かんないと思うんですが、セールスライターさんを、今育成することをやらせてもらってて、例えばウェブセールスライティングですね、ウェブマーケやろうと思ったら、例えばオプトインページ、リストを取るページの、ライティングがあって、でリストが取れたらそのリストに対して、サンキューメールをあげるとか、あるいは、アップセールすぐあげるっていうのはなかなかないかもしれないですけど、そのリストに対してフォローメールですよね、例えば動画だったら動画を消化してもらうため、例えば PDF だったら PDF を消化してもらうためとかっていうためのメールが、フォローメールが来るじゃないですか、けどフォローメールも件名は読んで、それを読んでもらうための件名をつけて、で PDF を消化する、動画を消化したくなるようにフォローメールいるじゃないですか、っていうのが、例えばプロダクトローンチだったら6通ぐらい送って、でそれで動画を消化してもらう、あるいは消化しても、1通目を見てない手で2通目も出すしっていう、なんか常にこうそういう、セールスライティングを重ねていって、動画見てもらえてる手で、じゃあ次は7通ぐらいセールスを送ると。1通目は例えばベネフィット効果結果を暗示するものを送ったり、2通目は事例を出してみたり、何ですか、お客様の声を出してみたりとかして、してようやくランディングページ、の長いランディングページが登場して、コンバージョンするしない、とか、でそれで、そこの反応のどこまでの反応をしたかによってリストをまた分けるとか、つまり無限にあるわけですよ、ライティングが、無限にあるのをなんか細分化したらもっとみんなができるんじゃないかと思ったんですね。例えば今 の, その全体の流れからやったら、オプトインページのコピーだけとか、そうですそうです、だからロングフォームのコピーを書く人、オプトインのコピーを書く人、そしてオプトインをするためのごめんなさい、広告を運用が抜けてましたね。Facebook 広告、AdWords、Google の広告、Yahoo の広告、Twitter 広告、いろんなもろもろ広告があると。でそこで広告は広告の人、広告運用する人で、オプトイン作る人、でメルマガリストブランディングをする人、でそのコンテンツのライティングをする人、っていうふうに、ライティングっていう箇所は、それぞれ やること違うので、分けて育成すれば、育成のスピードも上がるし、得意なことだけやってやれるんじゃないかなと思ってたんですね。思ったと、で確かにこう育ったんですよ、それができる人は、けど、結論から言うと、一銭の金にもならなかったというかですね。おお、これはまさかの展開です。最悪というか、細分化したら、その場所ではかなりスキルアップしやすい、しやすい、ね、すごいめちゃくちゃ、広告の例えば最初のお話で言うと、Facebook 広告とかのやつだったら、例えばその産業とか画像を選ぶっていうふうにもっと細分化していくと、そこの上手くなるっていうのは確かに、分かるんですけど、そうなんですよ。でもお金なかった
なぜかっていうとですね、はい、意識が売る意識を持って各分野で細分化すると良かったんですが、はい、みんなやれるんですが、はい、それをこなすことに意識がいっちゃったんですよね。あ、なるほど。例えば広告だけ見ると、例えば Facebook だと関連度だったりとか、うん、CTR クリック率だったりとかコンバージョン率だったりとかっていう、なんかもうそこだけ、はいはい、でコンテンツを作る人だったらコンテンツをいい感じにするだけ、うん、だから僕の言ってる例えば動画をテキストを足していって、まあ、消化しやすいようにするだけ、うん、けど本当はセールスしたいものがあるんだったら僕の言ってることにプラスセールスに結びつくようなことを言わないと価値があまり出ないじゃないですか、うん、そうですね。で LP を作る人は結局ここって全部の集めたものが LP じゃないですか、はいはい、だからログオンのコピーをステップメールに分けたらいいだけの話で極端な話上からこうちょっと抜いていくと、そうそう、だから結局は全てセールスライティングありきだったんですよ、うん、全部のスキルが、はいはいはい、うん、だけどスキルから入って、まあ何かっていうとね、セールスライティングってしんどいじゃないですか。その習得するまでが。はい、長いっていう。そう、なんか大変じゃないですか。もう覚えなあかんこといっぱいあるし、やらなあかんことあるし、いっぱい。だから、部分を与えたことによって、うん、セールスライティングから逃げちゃった。まあ逃げるっていう気はないですよ。はい、逃げるっていう気はないけど、重たくなったんですよね、セールスライティングが。はい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 。で、こうコンテンツ化することだったり、リスト、広告運用することだったり、リストブランディングすることだったりだけをかなり閉じ込んだというかね、うん、だから売るためのライティングはできなくなっていた、そこの、うん、結果うちはもう結構急激に人増やしてるんですよね、そのパートナー世界っていうのやってて、うん、もうそこからすでにうちの専属でね、もう入ってくれてる方が20人ぐらいいらっしゃるんですけれど、うんうん、まあ、お給料もなかなか払うわけじゃないですか。そうですね。そうするとですね、一人当たりの生産性が売り上げに追いつかなくなるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。あれですね、作ってる設計図みたいなものが、まあ、そっちの、こっちから出してるそのリソースに対して その売り上げが追いついてないってことですね。そうです、そうです。まあ、成果があんまり出なかった。そうです。だから、業務をこなせる人はいる増えてきたんだけど、はい、やっぱりセールスライターの最大の強みって、人件費以上売り上げを個人で上げれるから。そうですね、じゃないですか、間違いないですけど、売り上げに直結する場所にいるのが 2,3 人しかいないわけですよ、いなかったうちの組織で、うん、そうするとそこが止まるとですね、全部が止まってしまうっていうことを、なるほど、にもなってですね、生産性が極端に低い組織ができるのかボトルネックが結構明確になってるんですね。だからやっぱり今うちで言うと、まあ、一応僕はエースですけど、はい、そのまあ、なんとか更新を育成しようと思って、まあ、アイディアを考えてプロモーション回してねっていろいろ言って、まあ、なかなかそんなにね、アイディア考えてって難しいじゃないですか、うんうん、言ってもね、大学出版のマネージャークラスでそんなにたくさんいるわけじゃなくてって言うけど、まあ、それでもみんなが売りっていうことに、まあ、繋がってる場所でやってるじゃないですか。そうですね。けどうちの場合はですね、設計者というか司令塔が1人いることに対してセールスを意識しなくて作業レベルの人が10人ぐらいいるみたいなことになっちゃったんですよ。なるほど、なるほど、はいはい。そうすると結局一人でやった方が早くねみたいな。あれですね、椅子職人の悲劇ですね。あ、そうなんですね。ちょっと違う経営所で椅子の職人、ちょっとうろ覚えなんですけど、うん、椅子を作ってますと。でその上を今までは一人で全て完結してたんですね、うんうんうん、でその時はそのエンドユーザーに渡してそのありがとうと言われたりとか、結構やりがいを感じたんですけど、椅子職人の悲劇っていうのはそれを細分化して1本目の足を入れる人、2本目の足を入れる人、入れる人でこっちつける人で、それをこう分けたんですよ、うんうんうん、分けることによってその作業をこなすだけみたいなで、やりがいも感じずそこだけしかできない人が増えて生産性が結局下がるっていう、うん、っていうようなのとちょっと似てるなっていうのを思いました、ね、うんうん、そうなんですよ。もうとにかく生産性が下がってなるほど。ちょっとそう、だから改めて僕らはセールスライティングの世界にいるんだなって。ライティングの世界にいるわけじゃない。そうですね。で、よく考えたら、もう分かってたことなんですよ。その世の中にいるライターさんやっぱ食えないっていう、ね、はい、人がまあすごいたくさんいるわけですよ。で、それはなんでかって言ってやっぱり、皆さん優秀ですよ。本当にこうインタビューとかして細かく、ね、まあ、出版社がどんどん潰れていってるわけですから、うん、ライターさんの仕事ってなくなっていってる。まあ、本当はウェブに映ってるんですけど、はい、けどまあ単価も安くなっていくとかっていうことがまあ起こり続けてるわけなんですけど、やっぱり彼らってそのなんていうのかな、
明確な価値基準のない価値判定のないところで記事書いてるじゃないですか。はい、そうですね、売り上げではなく、うん、その面白いとか、うんうん、拡散するとか、だからもうそれこそだからあれですよね、小説書いて当てるみたいなレベルじゃないですか。そう、あ、そうですね、そうですね。じゃあもうほんの一握りの糸しか食えないですよね、うん、つまり人が育つと思ったらですね、その食えない人がいっぱい増えるっていうことをしてたんですね。なるほどセールスっていう食えるだからセールスライティングもともとセールスするから仕事に困ることもないし、やっぱり売り上げにつながっていくから、こう独り立ちできるみたいな、独り立ちっていうのはまあ自分の分は自分で売り上げれるみたいなことができるものが、それ外しちゃったから、そのなんていうのかな、アーティスト的なライターになったわけです結局。おお、外すと、外すねブランド的な、そうなんです、そうなんです、うん、そうするとやっぱり生産性が上がりようがないし、もともと持ってる才能にかなり準じちゃうんですよ、そうなってくると、はいはい、だいい人は最初からいいし、そうじゃない人はなかなか育たないし、うん、っていうことが起こるので、なるほどセールスライティングだっていうところに一瞬回ってきましたセールスライティングではなくて、うん、ライティングになっちゃったと、うん、ライティングになっちゃいましたね、うん、だやっぱりで 今どうやってやったかっていうと、はい、結局はセールスライティングに軸足を置きながら自分の得意とするところを極めてもらうっていう形に変えたんですよ、ね、うーん、なるほど。